どうも、ナヨです。で、今回はですね、整形、女王として有名なのバニラさんね、全身1億円、2億円でしたっけ、かかってるというふうにですね、おっしゃってるバニラさんがですね、なんか F ニュースとかも出てましたけど、でバニラさん曰くね、ブスは生きづらい日本だと。そう、ブスはね、ちょっと日本で生きづらいというふうにおっしゃってたんですけど、まあ日本に限らず生きづらいと思うんですがっていうとちょっと見事はないんですけど、じゃあブスがどのぐらい生きづらいかっていうのを科学的に調べたらですね、どれぐらいの違いがあるのかということをですね、今日は解説したいと思います。結論から言うと、確かに生きづらいんですけど、なんだろう、努力で超えられないレベルの壁ではないよねっていうことがですね、言えるということですね。で、今日はですね、そんなですね、見た目に関するですね、経済的な格差のお話を今日はしようかなと思ってるんですが、まあ普段からですね、こういう心理学とか、科学のですね、様々な知識をご紹介するというのをですね、皆さんにやってます。このチャンネルではぜひですね、チャンネル登録のもよろしくお願いします。猫さん、はい、いつもこの子がいるんですよね。はい、ということで、でですね、まずですね、で今日ですね、ご紹介する内容はダニエル・ハーマミッシュさんのですね、美貌格差っていうですね、非常に面白い本がございまして、Amazon のですね、なんかこう、なんていうんだろう、評価は低いんですけど、僕個人としてはなかなか面白いなっていうふうに読ませてもらいました。だからこれ多分あれじゃないですかね、身も蓋もない話が結構出てくるんですよ。もうなんかこうね、美女が得して、イケメンと美女が得して、ブスがですね、損するのはもうしょうがないよね、これはみたいなことですね、ズバ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 書いてある本なんで、まあそう。そういうのが嫌な人は多分低評価を、入れるんでしょうねっていう感じの本なんですけど、内容としては非常に面白いです。で、例えばですね、その彼のですね、研究がですね、いっぱい、この本には書いてあるんですけど、例えば、見た目のね、評価って世界中とほぼ一致してます。だから、まあ、よくね、まあ、もちろん文化的な背景とか違いあるんじゃないと言われながらも、やっぱりですね、どの文化でもある程度美女、イケメンと呼ばれる方はですね、他の文化に行ってもやっぱりある程度美女であってイケメンなわけですね。で、こういう違いっていうのはあろうと、いうことなんです。だから基本的には、まあ、イケメン美女っていうのは世界中で大体共通してるから、で裏を返すと、そのですね、イケメンとか美女がですね、一生涯にどれぐらい得をするのか、どれぐらいお金を稼ぐのか、待遇がどれぐらい違うのかってことを調べると、まあね、イケメン美女と美形とブサイクのですね、この格差ってのが明らかになるよねってことをですね、調べた、経済学者さんです。はい、でですね、具体的にどれぐらい違うかっていうと、平均するとですけど、収入で言うと、美女は、普通の人、に比べてですね、いわゆるこう普通の平凡なルックスの人に比べて、美女は 8%収入がいいです。で、イケメンは 4% 収入がいいです。まあ、これで言うと、まあ、あれ、そんなに変わんないねって感じですよね。そう。確かに差は出るんですけど、特に美女はね、よう差が出ます。8% 違うんで。はい。まあ、だから、年収400万円ぐらいだったら、8% だから30万円ちょっとぐらいか。まあ、結構変わりますね。まあ、結構変わるけど、まあ、そのぐらい。で、イケメンの場合は 4% ぐらいです。そう。だから、まあ、そこまで変わらないよねっていう話ですよね。はい。で、まあ、ただこれ、統計的にはちゃんと有意な数字なんで、やっぱり見た目がいいと収入アップするんですよ。そういう意味での生きづらさってのはあるかもしれないですね。で、逆に見た目が悪いと。今ですね、一般の人と比べてましたよね。ブスと比べるとどうなるかっていうと、見た目が悪いほど稼ぎはやっぱり悪くなります。例えばルックスが下位の 15% にランク付けされたですね、まあ、いわゆる言い方悪いですが、ちょっとこうブサイクな、感じのですね、女性は平凡なですね、ルックスの女性よりもですね、収入が 4% 低かったんですよ。っていうことは、まとめると美女と、ブサイクの間にはですね、12% の収入の差が生まれるんですね。これはなかなかすごいですよね、うん、シュールですよね。ちなみに男性の場合はイケメンでも 4% しか収入は上がらないのですが、ブサイクとになってね、分類されてしまうと結構大変なことになりまして、例えば、ルックスがですね下位の 15% にですね、ランクインしている、男性の場合は、収入はですね、13% も低くなっちゃったんですよ。つまりどういうことかっていうと、イケメンと、ブサイクの、男性の間のですね、収入の格差っていうのはですね、17% もあるっていうことなんですね。そう。これなかなかすごい、話ですよね。だからそういう意味で言うと、やっぱりね、普通の人がイケメンになるか美女になるかってことは、そんなにね、なんか努力の壁で越えられないレベルではないけど、でも、ブサイクの人がイケメンまたは美女とですね、バトルする場合っていうのは、やっぱりどうしてもこの収入格差っていうのは、結構強烈なもんだよねって話なんですよ。で、これでも やっぱり別に自分はなんかね、別にねフリーランスで家で仕事をしてるし、ね、あんまり人と会う仕事でもないしで、あのジムとかやってるから見た目なんか私は関係ないから、良かったタレントとかじゃなくてと思う方いらっしゃると思うんですよ。実はですね、これ残念なことにですね、ルックスが関係ない仕事でも見た目の良し悪しっていうのはですね、収入に影響してたんですよ。実際に、事務作業とかですね、在宅ワーク、家で仕事をするような、ルックスがですね全く関係ないような仕事でも、なぜか見た目がいい人はですね、収入が 6% 高かったんですね。これどういうことなんですかね。まあ、多分見た目がいい人の方が仕事をちゃんとやってるように見えるんでしょうね、人間ってね。だから、この本でね、言えること、今日ご紹介してるこの本で言えることはですね、基本的には人間ってのはイケメンと美女が好きなんです。だからイケメンと美女が好きだから、イケメンと美女は性格いいと思いたいし、まあ、性格が実際いいんですけど、イケメンと美女はですね、仕事でできるっていうふうにですね、考えちゃうんですよね。これなかなかシュールなお話ですよね。で、あとはまあ当然、まあこの、演出戦として見た目がいいほどですね、やっぱり給料が上がるスピードとかも、高くなってるよってことが分かっております。はい。なかなかすごいですよ。だからルックスがいい男性ってのは初任給から高いし、その後
50年間のですね、昇級のスピードも高いんですよ。で、一方、ルックスがですね、いい女性っていうのは初任給は低いんですけど、昇級スピードはですね、そうでない人に比べてやっぱり早いので、給料が上がっていくスピードも見た目が良ければいいほどですね、やっぱり良くなるんですね。で、さらに、よくほら、ね、アベマ TV とかでね、おなじみのですね、サイバーエージェントさんいますけど、サイバーエージェントの社員の女の子って、まあ結構可愛い子が多いとよく言われますよね。ニコニコのね、社長の夏野さんもね、面白いことやりたいんだったらニコニコにおいでと。うん、モテたいんだったら、アメーバ行けばって、サイバーエージェント行けばみたいなことですね、前ね、どっかのイベントでおっしゃってましたけど、これ、実はですね、見た目採用ってよく言ってね、揶揄されますけど、実はですね、もし、会社の業績のことを考えるんだったら、なんと見た目採用した方がいいっていうシュールな研究が、出ております。はい。見た目がいい社員はですね、企業の収入も高めてくれるんですね。ルックスがいい社員っていうのは基本的には、会社の中で評価されるだけではなくて、社外でも評価されるので、結局ですね、給料がですね、ちょっと高くなると、見た目がいい社員に対しては多くの給料を払わなくちゃいけないんですけど、それをさっぴいても、収益が上がるんですよ。だから見た目がいい社員を採用するっていうのはですね、これは会社の利益を追求する会社で利益追求のですね、場なんで、そういう意味で言うと、まあ見た目採用間違ってないよってお話なんですよね。で、あとはですね、お金も借りやすいです、美女とイケメンは。はい。なんとですね、これ銀行。あれだけね、相手の資産状況とかを調べたりとかして、ちゃんとですね、判断を下すはずの銀行でも、ルックスがいい相手に対しては、低利子、低い利子でですね、喜んでお金を貸すってことが分かったようです。で、ちなみにこれ、一個だけですね、その不細工な人たちにもですね、救いがある内容も出ておりまして、なんとですね、美女とイケメンに貸したお金っていうのはですね、不細工とかですね、普通の人に貸したですね、お金に比べて債務不履行になるケースが多かったんですよ。つまり、美女とイケメンはですね、お金を借りやすい上に、返せない可能性も高いっていうですね、これ何百種類の話ですよね。まあ、銀行家の皆さんはぜひイケメンと美女に金を貸すときは気をつけた方がいいです。まあね、美女に金を貸す人はいないかもしれないですけどね。いないと思いますけどね。まあそんな話ですね。はい。で、あとやっぱりね、まあ当然ですけど、ルックスがいい方が人生の満足度は高いんで、そこら辺しょうがないよね。ただこれ、自分は不細工だからとか、自分は見た目に自信がないからって人生はダメなんだって思う人いると思うんですが、実際はですね、そんなにですね、この人生に対する満足度に関してはそこまで大きな差があるというわけではなくて、例えば美女とイケメンはですね、55% の人たちが人生に満足してるというふうに答えたんですよ。で、一方、見た目がですね、下位にランクされた人たちでも、人生に満足してますってことをですね、言った人たちっていうのは 45% いたってふうになってるので、まあ55と45だから 10% の差はあれど、まあそこまで劇的な差じゃないよねってことが言えるわけなんですね。まあそういう意味で言うと、まあ、見た目が、悪いと、生きづらいと、いうふうにですね、まあ、バニラさんもね、おっしゃっておりましたが、ブスだとね、生きづらいっていうふうにおっしゃっておりましたが、まあ、収入のね、差がつくぐらいだもんで、それ以外は、まあ、そんなに生きづらいっていうほど生きづらいわけじゃないんじゃないのっていうことが言えるわけですね。特に男性の場合は収入の差が激烈に出るので、ただ、見た目が微妙でもですね、収入がものすごい人とかもいるわけですよ。これはなんでかっていうと、やっぱりその見た目のネガティブさを補うために人は頑張ったりするわけですね。だから、まあ、生まれつきにいい80点の、ですね、まあ、ルックスでもそうだし、能力でもそうなんですけど、こういうものを持ってる人っていうのは、やっぱり努力がですね、そんなに重ねない人が一般的には多いので、80点とどまっちゃうんですよ。ところが、自分が30点、40点ぐらいから始めて、いや、絶対いつか目指してやろうと思ってる人はですね、90点を超えていけるわけですよね。で、こういう努力の影響もあるので、だから不細工なだけで人生終わったとはならないよねって。ただし収入の面において、特に給料の面においては、差がつく可能性が高いから、見た目に自信がないんだったら、自分のね力で稼げる仕事とか起業したりとか、そういうことをするのがいいんじゃないかなというお話でした。はい。だからね、不細工な男性は起業すればモテるようになるっていうのは、これはまあ間違ってないわけですね。その不細工のデメリットをですね、やっぱ補うためには自分で自分の稼ぐ金を決められるっていうことがですね、すごく大事なので、ぜひですね、このことを覚えていただければなというふうに思います。はい。というわけで、じゃあどれぐらい生きづらいのか問題ですね。まあ、収入がね、結構変わるよねっていう、そういう話ですね。まあ、収入が 10% 前後ぐらい、ブサイクとイケメンとかですね、ブサイクと美女では変わってしまいますが、でもその程度だと人生に対する満足度においては 55% 対 45% なんで、まあ、そんなに大きい差はないから努力でどうにかなるんじゃねって話ですね。だからまあ別に整形しなくても、余計なお世話なんで、別に趣味なんで別にお好きにすればいいと思いますけど、まあ、別にね、整形して見た目をきれいにしないと人生が変えられないとかっていうわけではないよねっていう話ですね。はい。まあ、ね。でもやっぱね、悩むときあると思うんですけどね。やっぱり、ね、僕もね、これ僕ね、コンプレックスないに言っちゃいますけど、これ、僕こっち二重なんですよ。で、こっち一重なんですよ。で、僕と一番うちの兄弟の中で似てるりょうくんはですね、両方二重なんですよね。だからそういう意味で言うと、まあ遺伝子的に言うとですね、彼の方がおそらく優秀なんですよ。左右対称なんで。左右対称の遺伝子って、遺伝病の可能性が低かったりとか、遺伝子が気づいてないっていうサインなんで、そういう意味で言うとね、左右対称っていうのは本来はいいんですよ。だから僕ね、ずっとね、このね、一重をですね、二重にしたかったんですけど、結局めんどくさくてしないんですね。もう今もなんかね、なんか別に、
にね、見た目気にしないんだから、昔僕さ、こういう、今ね、ちょうどね、3ヶ月ぐらい海外に行って帰ってきたばっかりなんで、髪が伸び放題ですけど、こうやって僕昔出てたの、皆さん覚えてます?テレビで。こうやって、目を片方隠して出てたんですけど、よく出てたんですけど、これは、この人をなんとなく隠したかったっていうのがあったんですよね。そう。まあ、関係ないですけどね。まあ、でもね、変えたきゃ変えればいいと思いますけど、でもそこじゃないよねって話なんですが、ただですね、やっぱり綺麗になりたいっていうのはですね、みんなが思うところなんですよ。で、今日はですね、今日のおすすめの本、および参考文献は、浜飯さんのですね、美貌格差、生まれつき不平等の経済学っていう見た目を、のですね、格差を経済学的に考えようって非常に面白い本なので、これをおすすめしておきますが、じゃあ女性が、あるいはブサイクな人だね。だって自分のことをブサイクだと思ってる女性がモテるようになるにはどうすればいいのと。で、これですね、大体の女性はメイクをするわけですね。で、僕なんかメイクと整形あんま変わらないんじゃないと思うんですけど、だって別にね、これは別に整形とメイクが、がですね、同じようなもんだから、やるなって言ってるわけじゃなくて、でも、その、整形に対して抵抗がある人いますけど、だから別になんかね、だって毎日毎日メイクするじゃないですか。こうやってメイクこうやってやったりとかいろいろするじゃないですか。その時間を短縮するために、整形とかするのかなって僕は思ってたんですよ。だから僕もちょっと脱毛とかしましたけど、僕が脱毛したのはですね、なんかこう別にモテたいとかそういうものよりかは、朝さ、こう髭剃ったりする時間めんどくさくない？もったいなくない？その時間があったらさ、論文のアボスト 2,3 本読めるわけですよ。って考えて僕は時間節約のためにやったんですけど、そういうもんかと思ってたんですけど、そうじゃないんですよね。やっぱり魅力を高めたいと、モテるようになりたいと思って、みんな整形したりとかメイクとかするんですが、残念なお知らせがあります。女性の皆さんには、なんと、対男性に対してはですね、皆さんが一生懸命メイクをしようともこのメイクによって皆さんのですね、いわゆる魅力が上がるですね。この増加率ってのはわずか 2% なんですね。で、もっと言うとおそらく整形も一緒です。整形とかメイクをして、見た目をちょっと変えようと思って頑張っても、このメイクの効果ってのはですね、メイク及び整形の効果ってのは、まあ、このデータは整形の効果入ってないんですけど、メイク及び整形の効果ってのは、なんと、皆さんの魅力のわずか 2% しか影響を与えてないんですね。それ以外のところを頑張った方が、よりですね、魅力的に見えるようになるわけですよ。で、もしメイクでお金をかけるんだったら、ある一箇所だけお金をかけるだけでもですね、大きな変化がありまして、で他の部分はですね、まあ、安いというか、まあ、結構適当でも許されるということが研究に分かってるんですね。で、というわけで今日の続きの動画はそんなメイクの、効果をですね、検証した心理学についてですね、お話したいと思います。メイクの効果わずか 2%。本当のモテ顔の作り方とはというですね、心理学的に見た本当にモテるですね、顔の作り方っていうのを、ご紹介、しております。今日の続きの動画。番組タイトル下の説明欄、また YouTube のコメント欄の方に、続きの動画のリンクを入れておきますので、ぜひそちらの方からチェックしてみてください。というわけで続き、メイクの効果わずか 2% 衝撃、本当のモテ顔の作り方とは、ぜひご覧ください。それではコメント欄の方から続きをどうぞ。